とちょっと反省点としてはですけども、リハーサルをまず2時ぐらいからやってたんですよ、うん、でいろんな出演者の方にご挨拶もして、うん、結構動いてたんですね。それをテープをした状態で、テーピングね、テーピングをした状態でやってたんですよ。で結構いろんな人がね、あ僕も昔のそっちやったよとかっていう方もいらっしゃったし、うん、頑張ってリハビリ頑張ってって皆さん言ってくださって、うん、すごい優しくて、リハーサルも無事に終わったのでもういけるかなっていうのもあったんですけど、うん、構造上ですね、楽屋がこっちにあるので舞台の裏をこうやって回っていくんです、うん、そこを僕が着物を着て乗せてる状態で手を引っ張ってずっと移動してたんですけど、真ん中ぐらい来た時ちょっとね一回ね動けなくなった、歩けなくなった後ろで、うん、ちょっと草履をちょっともう一回はめてって言われて、僕はめたんですけど、多分緊張とかでちょっとこう内反が強くなってきたみたいなのもあって、テープが緩んできた時間と、やっぱりなんか草履が脱げるのを今思ったら固定しとけばもしかしたら大丈夫だったのかなっていう、でもテレビ的には紐で結局はしなかった、しなかった、やった方がいいかもっていう案もあったんだけど、やっぱおかしいよっていう、見えちゃうかな、ね、うん、なんかなんであれ結んでんだろうってなっちゃうんじゃないかっていうのでなしにしたんだけど、両面テープっていうアイディアもあったし、いろいろあったんだけどね。そうなんだ、結局しなかったの。そうそう、テーピングが結構効くっていうのが分かったので。あ、そう、でもテーピングは2時間しか持たないから変えなさいって言われてたのに、はい、それを忘れちゃったの。やっぱりリハーサルとかいろいろ生放送に向けてやってるとね、飛んじゃうの、舞い上がってるっていうところもあるから、僕もねそんな現場行ったことがないので、有名な歌手の人がいっぱい周りにいて、うん、あなたのことを知っててみんなが応援してくれたらもうなんか、そうオーロラの時に小林幸子さんとか、ね、あの天童よしみさんとか上沼さんとか、ね、お世話になった方がたくさん出てして、もう本当に皆さん優しくて、もう大丈夫大丈夫って言ってくれて、小林幸子さんなんか私、ね、はい、ハプニングがあった時も副音声でいろいろつないでくれてて、うん、もうすごかったの。すごいですね、やっぱりあの人たちはみんなすごいいいパワーを持ってるんだなと思って、人は一人で生きていけないなって本当思う。そうですね、なんか健康な時ってなんか頑張ってるのは私だみたいなところがきっとあると思うんだけど、うん、病気とかするとね、周りの人のね温かさ力を本当に感じるね、うん、うん、人は一人では生きていけないよって感謝しなきゃダメだって思えるから、うん、だから私は本当に病気してよかったなって思う、うんうん、その映像ね見てもらえたらもう一番早いんだけど、うん、それはちょっと難しいので、私のうちに遊びに来てくれた人は見れます。録画してあるからね、録画してあるので、はい、うん、まあそれで結論じゃないけど、僕が思ったのはやっぱりリハビリをしてる時の目標が抽象的じゃなくて、やっぱ具体的な方が、うん、いいんだろうなって、うん、すごい具体的だったからね、5メートル歩くとか、うん、声帯を戻さないといけない、うん、歌声を届けるためにとかさ、うん、孫の運動会に行って写真を撮るとか、うん、思い出のどこどこに行ってロープウェイに乗るとか、うん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 、展望台まで上がるとか、うんうんうん、具体的な目標っていうのがいいかなって思いますね、うん、入院中も病院の中でやってた目標の一つは、うん、その当時流行ってたドラマ、うん、逃げるは恥だが、うん、役に立つ、うん、逃げ恥、うん、ガッキーという、うんうん、星野源さんのね、はい、恋っていう、うん、あの主題歌を踊るっていう、うん、なんか流行ってて、うんうん、私もそうピンクレディ世代だから、うん、なんか振りを覚えるっていう、うん、すごい好きで、でも踊りたくてしょうがなくて、うん、YouTube とか見て覚えて、もちろんドラマでも覚えて、うん、で
踊りたいって言ったら、うん、ある先生はじゃあ今日はその日にしましょうって言って、うん、ずっと何回も何回も踊るっていうことをやってたりとかして、それもなんか今見たらね、うん、大丈夫かって感じなんだけど、でもすごい楽しそうに踊っているので、うん、その映像はちょっとだけあります。2016年12月2日発症から4ヶ月弱ですね、病室で踊ってみようと思っているのでイヤホンで聞いてます。とか音楽がありませんので、ちょっと自分の振りに合わせて、私が歌ってみたいと思います。まあ、ご覧ください。タタ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 カラスと人々の群れ、意味なんかない桜しがあるだけ、ただ腹を空かせて君の元へ帰るんだ。物心ついたらふと見上げて思うことが、この世にいる誰も二人から、胸の中にあるもの、いつか見えなくなるもの、それはそばにいること、いつも思い出して、君の中にあるもの、距離の中にある行動を、恋をしたのあなたの指の混ざり、頬の香り、夫婦を越えてゆけ、二人を越えてゆけ、一人を越えてゆけ、タラッタタラッタラタラッタラッタラタラッタラッタラッタラタンタンタン、タラッ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 タン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 。自分ですごく興味のあることを見つけて、それをやるために努力するというか、自分で何か工夫するなり、リハビリの先生に相談するなり、家族にお願いをするなりして、楽しいことを目標にするようにすると、よりやる気にもつながるし、やればやっただけやっぱりリハビリっていうのは応えてくれると思うので、それは大事かななんて思いますけどね、うん、はい、ということで、はい、発症当時を振り返る、中途半端な感じではございますが、うん、次で、うん、最終回です。なるほど、はい、最終回といっても今までの素材をわーっとちょっと並べてみようかなと思って、うん、なるほど、なんて、なんて、それ大事です、あ、そう、ハイライト、ハイライト、うん、みたいなので最終回にしたいと思っております、うん、それだけにするとこのより回復の度合いがわかるかなとか思うので、うん、はい、で、これからはなんかいろんなことに挑戦する動画を配信できたらなとか思っていて、ちょっと体を使ったことをやっておうかななんて思ってるんですけど、もしこんなことに挑戦してくださいっていうのがありましたら、教えてもらいたいですし、田島の素敵な風景とともにお伝えできればなと思っております。はい、ということで、では今日はこの辺で、またお会いしましょう。さようなら。さようなら。